プレデター、コンクリートジャングルとは、映画、プレデターにおける、架空の宇宙生物プレデターが登場する、コミックと小説のシリーズである。ダークホースコミック社から出版されており、同社最初のプレデターのコミックシリーズの最初の第一弾であった。ダークホースコミックで、数々のプレデターコミックを描き、エイリアン VS、プレデターの生みの親でもある漫画家、クリス・ワーナーが描いた。 1989年には、全4冊、パート4までの話が刊行されており、題名はそのまま、プレデターだったが、トレードペーパーバック版と小説版は、コンクリートジャングルとされている。映画、プレデター第一作の続編的な内容で、プレデター2に類似したビル街での戦いが行われるが、もともとは、映画、プレデター2制作の以前に、映画、 プレデターの続編として意識して描かれたものであった。それゆえ、映画プレデター2の続編も制作された時にこの作品に少なからず影響を受けており、本作の作者クリス・ワーナーもインタビューで語っている。主人公は最初の設定でダッチ・シェファーとして描くはずだったが、映画プレデターの続編企画にアーノルド・シュワルツネッガーが出演を断ったことも反映し、 ダッチの弟という設定に変更されている。同様にコミックと小説で刊行されたプレデターコールドウォートプレデターダークリバーにストーリーが続く。2019年4月にはフェーズ6出版からプレデタークラシックコレクションボリューム1コンクリートジャングルとして日本語翻訳版が発売された。なお、北米版のプレイステーション2と XBOX でプレデター コンクリートジャングルという同タイトルのゲームが存在するが内容は全くの別物であるあるニューヨーク市のアパートでコロンビア人の麻薬ギャングの資料カーと資料乱舞の両グループによる取引が行われていたその最中透明になった謎の生命体による襲撃があり銃撃戦の末にギャングたちは抹殺されるすでにニューヨーク市の警察が 現場の建物周辺で待機する中、ニューヨーク市警察の刑事シェーファーとその相棒ラッシュは車で現場へ向かう。待機していた警官から建物の周りに待機してくれと頼まれるが、アパートの窓からギャングの死体がパトカーの上に落ちるのを見て、二人はアパートの中に入り込み、部屋の中へ乗り込むと、コロンビア人の麻薬ギャングたちの血まみれになった死体と、 全裸で天井にぶら下がった死体があった。その時、生き残りのギャングの狩猟領ーが発砲しながら逃走していく。そして、警察の特殊部隊シールが現場に到着し、二人はシールのリーダーから、これはただの殺しではない、手を引けと警告される。二人は現場から立ち去る際、シールに案内され、現場に現れた一人の軍人とすれ違う。その頃、 地下鉄では乗客が殺される事件が発生。電車内が突然暗くなり、乗客の一人が誤神で携帯していた銃を取り出した。その瞬間乗客たちは何者かに殺されたのである。通報を聞いたシェイファーとラッシュが地下鉄の現場へ向かうと、電車内は血まみれで、乗客の死体の中には全裸で天井に手を縛り付けられた死体があった。 麻薬ギャングたちの死体とよく似た状況であった。そこへ、フィリップス少将ら軍関係者が現れる。警察と軍関係者らは、事件の真相を隠蔽しようと、シェーファーとラッシュにこの事件から手を引けと言い放つ。しかし、フィリップス少将は、二人をバーに連れ、中米での養人救出任務失敗以降、行方不明のシェーファーの兄、ダッチ・シェーファーを探すため、 中米での任務を引き受けてくれと頼む。しかし、シェーファーは、捜査を続けるために、これを断る。シェーファーは、麻薬ギャングたちが殺されたアパート内を、再び調査する。その際、シェーファーは、再びやってきたプレデターに襲われ、首に盗聴器を埋め込まれる。シェーファーは逆らい、その勢いで、プレデターはヘルメットが外れる。 素顔を表したプレデターはアパートでギャングを襲った際、資料カーがプレデターに言った言葉、彼にいくつかのキャンディ与えようと言い放ち、シェーファーはプレデターに蹴られて誤解から転落、怪我を負う者の一命を取り留める。その際、プレデターのヘルメットを手に入れたシェーファーはラッシュに助けられ、救急車で病院へ搬送される。 事態を認識したシェーファーは、行方不明の兄ダッチを探すための意味も込めて、フィリップス少将との取引を決意し、中南米バルベルデのジャングルでの任務を引き受ける。ジャングルでは2体のプレデターの襲撃を受け、戦いの末にシェーファーはプレデターを倒す。しかし、その後、エシュビラ首領率いる、麻薬武装組織、カリカルテルに襲われる。シェーファーは捕まり、アジトで狩猟、首領。 エシュビラに拷問などを受ける。しかし、隙を見て脱出し、武装組織のメンバーを倒しながら、ジャングルへと逃亡する。その直後、三人のプレデターがアジトへと現れ、生き残った組織メンバーを皆殺しにする。ジャングルへと逃げ出したシェイファーは、フィリップス少将が待つヘリコプターに乗り込んで脱出する。その頃ニューヨークのラッシュは、二度目にアパートを調査した、サイに拾った、 プレデターの擬態能力付けヘルメットを調べていた。その過程で、プレデターの宇宙艦隊が接近していることが判明する。その時、FBI の特別捜査官が現れて、ラッシュを逮捕する。一連のプレデター事件を隠蔽しようと意図し、事件の何を知っているのかを尋問しようとしたのだ。しかし、ラッシュは FBI の尋問から逃走する。 南米からヘリコプターで脱出してきたシェイファーは、軍側に事実を隠蔽することを強要される。そのため、シェイファーは、ヘリ内で反乱を起こし、進路をニューヨークへと向ける。その後、武装を整えて、相棒のラッシュと合流したシェイファーは、麻薬ギャングのアジトで、狩猟カーと対決する。その最中に、またしてもプレデターが現れ、二人は襲われる。さらに、 プレデターの宇宙船にも取り囲まれ、攻撃を受ける。アパートは破壊されるが、シェーファー、ラッシュ、カーはその場から脱出する。プレデターと戦うため、彼らは一時的に手を組み協力体制に入る。狩猟カーは、プレデターと戦うため、武装ギャングを集結させるが、ラッシュはこれに反対し、対立する。シェーファーもカーを信用できないと考えてはいたが、手を組むことを選ぶ。 そして、シェーファーとラッシュ、そしてカーの武装ギャング一味は、プレデーター軍団との戦闘を開始する。警察部隊も駆けつけ、ニューヨークは、プレデターとの全面戦争状態に突入する。戦いで多くの犠牲者が出る中、シェーファーも、また、プレデターに倒され、殺されそうになる。しかし、フィリップス将軍のヘリが来た時、プレデターはなぜか、とどめを刺すのをやめ、プレデターたちは、 宇宙船に乗り去っていく。ありがとうございます。